石笛イ,イ、学名フェリアスファーカは、鈴木目、笛イ科に分類される魚の一種。インド太平洋の熱帯海域に分布する、大型肉食魚で、食用にもなる。分布域に入る沖縄では、ヒンガーテイクチャーとも呼ばれる。石笛イ属フ,フェリアスは、石笛イと大口シチビキの2種だけで構成される。浜田やかに分類され。 浜大、青ちびき姫、ひめ大、ケアカムツなどに近縁である。制魚は全長50センチメートルほどで、体型は前後に細長い防水型をしている。体色は暗い紫褐色で、角ヒレは黄色を帯びる。口は大きく、目の中央直下よりも後ろまで裂ける。また、下顎が厚く発達し上顎よりも前に突き出る。ただし歯はそれほど大きくない。胸びれは鎌型。 尾ひれは、三日月型で、背びれ、尻びれの最後の南上は、糸状に伸びる。アフリカ東岸、南日本、ハワイオーストラリア北部までのインド太平洋、熱帯域に広く分布するが、東太平洋、ここ島での記録もある。日本では、南西諸島に分布するが、幼魚は黒潮に乗って、本州南岸まで出現することがある。水深100メートル前後までの沿岸の岩礁。 産後礁域に生息し、単独か、数日ほどの小さな群れで海底近くを遊泳する。植生は肉食性で、小魚や甲殻類などの小動物を捕食する。南西諸島では釣りやハエ縄で漁獲され、食用になるが、大型個体では、シがてら中毒の報告もあり、注意を要する。大口七響き、ありがとうございます。